アフレコアフタートーク。皆さんこんばんは、桃宮いちご役天間祐希です。皆さんこんばんは、相沢ミント役日向未来です。皆さんこんばんは、緑川レタス役十二涼子です。皆さんこんばんは、フォンプリン役トダリアンです。皆さんこんばんは、藤原ザコレ役石井桃香です。このアフレコアフタートークでは、毎週アニメの放送後にその話数を収録した後のキャストが感想などをお話ししていきます。今回で最終回となる24話は、スミュージー5人でお届けしていきたいと思います。すごい、すごい、今ですね5人でお届けしております、はい、第24話全話をネタバレ含みますので、ぜひアニメをご視聴の上でお楽しみいただければと思います、はい、ということで24話お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、24話終わっちゃいましたよ。悲しい。まだドキドキしてますね。いつまでするの。ごめんなさい。いやでもね、5人でアフタートークできるなんて最初で最後だよ、ね、悲しい。いろいろ話そうよ。話しよう話しよう、ね、もう最終回だからね、何でも OK よ。いつもなんかこれは生だったっけとかしかやもう好きなことを好きなだけ語れる回ということですので、いやもうね、ついに最終回ということですけど、終わっちゃいましたけど、お気持ちは。お気持ちはね。お気持ちね。え、まだなんかな、なんか続いていく感じがしてしまっている、なんか私の中では、ね、終わってほしくなくて、そうね、もうね、映画でも映画にでもなればな、なんてりょうちゃんはどうよ。今の気持ち、そりゃもう寂しいよ。なんかもう、やっぱ毎週を楽しみに生きてきたからさ、終わってしまうっていう、この始まりがあれば終わりはあるけど、送信したくない気持ちですね。今オーディションからね、もう何年経ったのかしらという、2年ぐらい、2年くらいかな。そうだ、2年ちょっとぐらい。そうだよね。あ、でもオンエアの時はもっと経ってるか。そうじゃない、確かに。3年はいかないか、はいかないかな、2年くらい。でもそのくらい長めでね、一緒に生きてきたよ。早かった。いや本当いろんなこともありましたけど、みんなで手を取り合って24話までやってこれました。はい、ね、24話印象的だったシーンとかね、セリフとか、でもお話がすごくね、もう感動だったね。感動だった。ディープブルー様とね、いちごが対決して、で青山くんがもう一回目覚まして、でみんなもね、すごいもう今までいろいろあったじゃん、その、この2個前ぐらいで、ね、ビンタとかね、そうとか泣きつけちゃったりとかしたから、もうすごいね、泣きました。私はやりながらもう泣いちゃって、だからすべてのシーンがもう印象深い。リュウの終わり方めっちゃ好きだなと思って、まずなんかさ、2002年の作品とか、原作は見てたけど、どういう風になんかね、リュウはこう終わるんだろうと思ってたら、この終わり方めっちゃ好きだなって感動で終わらされましたもん。なんか伏線回収じゃないけど、あ、だから東京ミュウミュウニュウってことなのかみたいな、なんかわかんないけどすっきりしてる自分がいて、なんか謎が解けた感じがね、そういうことかみたいな、全然謎解きとかじゃないんだけど、なんかこうね、あ、なんか見てよかったな最後までみたいな気持ちになった。最後はね、私さ全然違うんだけど、みんななんか今しんみりしてるからちょっとテンション高くするね。あの、青山行ってらっしゃいパーティーしたじゃないですか。そんな名前だった。青山行ってらっしゃいパーティーだった。ちょっと青山くん行ってらっしゃいパーティーしたじゃないですか。あそこでさ、すごい難しいなって思ったさところがさ、隣にいるメンバーを把握してアドリブをしないといけないっていうのが本当に難しくて、あれ誰に話しかけてんだっけみたいな、あれ誰隣にいたっけみたいな、めっちゃ難しくて、リアンそこ印象に残ってて。そうだね、プリンはザクラと近かったんだね。そう、でももちゃんにめっちゃ話しかけてたリアン。でもね、話通じ合ってないお互い。あんまり通じ合ってない気がする。なんかプリンはえーえーっ
ってんだけど、うん、ザクロ、うん、プリン口についてるよって言ってプリン口についてるわよって言ってた。でもあそこね何回かやり直したよね。何回かやりました。レタスとねミントがペアだったけど、そうそうそう、うん、これ美味しいですわよって言われて、うん、わー美味しそうですね美味しいですわよわー美味しいですねすごい料理進めてくれるでもそう考えるとさ、こうアドリブとかもさ少しずつだけどこう24まで何回かやってきたじゃん、うんうんうん、まあなんだろう、まあ、やり直したけど最初に比べたらこう言葉が出てくるようになったかなと思う、うんうん、状況をちゃんとね、うんうん、考えて喋ることができる、ね、最初なんて分かった。リアンと私すごいなんかねあのガヤを取るって言われた時にね大変だったよねちょっとねあの大阪のおばちゃん風をこだわり強すぎんのよ2人で変なことしようとしてたねそしたらちょっとあの指摘いただきましてそんなこともあったけどでもね持ってくるキャラがいつも濃いんだよ成長した、ね、成長しました。他になんか成長したなって思うことある？24話やってきて私噛まなくなった、噛みにくくなった、うんうん、でもそうかもね。そうみんな多分そうだよね。うん、初めだって噛みまくってたもん。確かに。あたたたたたたって。緊張もあったしね。うん、そうだね。1話とかね。確かにね。一言だけでも。でもなんかりょうちゃんは最初からあんまり緊張してるように見えなかった。うんうん、そうだね。どうなの？そこら辺はさ24話やってやっぱ変わったことある。うんあでも一番最初の1話とかはもうバクバクだったけど、うん、緊張が、よく言われるの緊張してないよねってよく言われるんだけど、めっちゃ緊張しいなのねそうこれはもう声を大にして言いたい、めっちゃ緊張してるのまあでも確かに24話と1話で比べたら、うんうん、そんなに緊張が激しかったかなって言われると、うんうん、やっぱりちょっと慣れてきたのか、すんなり入れるようにはなったかもしれない。そうだね、やっぱマイク前で緊張するのが少なくなったかもね。うん、ある程度の緊張感はあるけど、うんうん、でもね、てんてんはね、もうずっとねオーディションやってきて、こう24話まで、うん、何が一番成長したなって思う？成長したなって、うん、やっぱり、うん、心。メンタル面ね心か大事でも、うんうんうん、今12がこう緊張がさ、うんうん、マイク前でってなってたじゃん、うん、私は最終回千葉と同じぐらい緊張してて、うん、もうねあのすごくね一、うん、人だけやばいと思ってこんなに一人だけ手の震えが止まらないみたいになっちゃっててちょっとねなんとかやりきりましたけど、うん、同じあの日を思い出しました。一話の一話の日、うん、あの日を懐かしいあの日を思い出して、でもなんかやっぱりこうさ一話と全然違うじゃん、うん、この気持ちが、うん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 、だからなんだろうね、こういちごちゃんを演じてるんだけど、うん、本当にみんなのあの青山パーティーの時とかのあの時のなんかみんなが、うん、ミントがさ、うん、ミントがこうやった提案してくれたんだよみたいな時のとかも、うんうんうん、もう本当に嬉しくて、うんうん、演じてるっていうよりも私がもっと嬉しいみたいな、 うんなんか24話通して本当いちごになりました。素晴らしい、その一言最高です。最高でございます確かにね、なんか自分がこうそのものになった感じは、うんうん、24話通してするかもしれないね。うそうだね。いやでも本当印象的なシーンたくさんあったけど、うん、これまでもさ、うんうん、ね、えやっぱでもいちごの最後のこう長ゼリー、うん、長ゼリーは本当にこう胸にくるものがあると言いますか、ね、えやっぱ自分もミントとしてやってるけど、どこかにこうひなたとして見てきたものとかもさ、うん、頭にあって、あなんかてんてんのその最初から一緒にこう20話までやってきた時のこととか思い出して、うん、あ終わっちゃうけど悲しいけど頑張ってるみたいな、うんなんかねじわっと心にくるものがあったなって、うんうんね、いちごちゃんのまっすぐな言葉がさ、うん、もう本当になんか、うん、自分 中の人をすごい背中をしてくれるそう、うんうんうん、本当に大好きだよ、うん、大好きなんだよね、うん、大好きだよいちごちゃん、いちごも大好き、いちご大好きだよ、泣いちゃう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 見えてないのに泣いちゃう本当もう終わっちゃうって思うと悲しいけど、
ね、なんか1期終わった時とかさ、うん、まあ2期頑張ろう、もっと頑張ろうみたいなさ、うんうん、なんかね、まあ2期もあるからみたいな感じの心の余裕あったのに、もう終わっちゃったよみたいな。そうだよね、アフタートークだもんだって、ね、あれもしてんだもん何もかもが終わった、いやー、言いたくないね。そうだね、うん、でも2期でみんなのそれぞれのソロ曲がさ、うんうん、発表されて、うん、ね、もう私はとても嬉しい。やっぱね、念願のソロ曲だよ。そうよ、もうね、ファンの人にね、あのスミージーの話し会とかで、うん、ちょっと4人のソロ曲とかありますって聞かれたことがあったの。もうここの顎のここまで来てありますって言いたかった。あ、どうですかね、抑えたんだ、えらい、だからもう言えたかもしれない、たくさん聞いてください、一曲一曲全部聞いて、もうキャラがね、もうめちゃめちゃ出てる。じゃあ最後に見てくれてる皆さんに一言ずつ言って、うん、はい、お別れしましょう。そうですね、はい、ももちゃんから。あ、ももから、はい、どうしよう、もうなんか最後だよね。一人一言ってことで、そうだね、24話まで、うん、キャストの皆さんとスタッフの皆さんと、うん、もうあっという間だったんですけど、ずっと突っ走ってきて、もうめちゃめちゃいい東京ミューミューニューが、うん、めっちゃいい作品が出来上がったんじゃないかなと思います、うん、もう1話から見返して、ミュウミュウの成長も私たちのね、この、まあ、ほぼ初声優ってことで、うん、たくさんいろんなことがあったんですけど、うん、まあ、その成長も、もう全て含めて愛していただいて、何回も何回も見て、東京ミュウミュウニューをこれからもずっと愛していただければと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました、リアンちゃん。はい、まずは東京ミュウミュウニューを最後までご覧いただきありがとうございました、うん、はい、最初はね、自分の演技に納得できず、すっごく悔しかったのを今でも覚えてるんですけど、うん、でも今は自信を持ってフォンプリンちゃんの声優ですって言えるぐらい、うん、プリンちゃんと一緒に成長できたかなと思います、うん、私に新たな道を進む、なんて言うんだろう、私に新たな道を歩ませてくれたこの作品にはとても感謝しています。本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ住人行きます。行ってらっしゃい。ありがとう。緑川レタス役の住人涼子です。そうですね。いや、正直めっちゃ寂しいし、終わってほしくないっていう気持ちがもういっぱいなんだけども、もうまずはその緑川レタス役として、この素晴らしい東京ミュウミュウニューの作品に携われたこと、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。あの、ご覧いただいた皆様、関わってくださった皆様に本当にありがとうございますとお届けしたいです。そして最後の最終話で白金がもうミュウミュウは解散だなって言った時に、本気のが出てしまって、うん、あ、終わっちゃうんだっていう実感がもうそこでふつふつっときて、うん、もうピークまで達したんだけど、でも心にはいるじゃないか、うん、そうよ。だから皆さん、自分がミュウミュウだと思って、私がレタスだ、僕がレタスだと思って毎日を生活していただけたらと思います。悲しい気持ちなんてもうおさらばだ。はい、ありがとうございました。そこまで最高だ。はい、りょうちゃんでした。この後すごいやりづらいんですけど。はい、改めまして相澤ウィンター役日向未来です、東京ミュウミュウニュー最後までご覧いただきましてありがとうございました。ね、たくさんの方に支えていただきながら、私たち新人5人がこう突っ走って24話までやってまいりましたけれども、うん、まあ、私の中では本当にこの作品をとっても特別な存在でして、きっとこの生涯忘れることはないんだろうなっていうふうに思ってます。やっぱ今でもね、こう鮮明にいろんなことを思い出しながらね、歩んでいますけれども、そうだね、この作品に出会えたこともそうですし、こう相澤ミントちゃんとして生きられた時間も私にとってすごく幸せで大切で特別な時間となりました。皆さん、愛してくださった皆様、これからもどうぞ東京ミュウミュウニューを愛し続けていただければなと思います。それでは皆様、またお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。
ずるい、かわいい。そんなことしてくれるんですか。ありがとうございます。はい、最後に、桃宮いちご役の電話ゆうきがお話ししたいと思います。はい。東京ミューミュー2を最後まで見てくれて本当にありがとうございます。すごくこう泣いちゃいそうなので笑顔でお話ししますけど、やっぱり私にとっても桃宮いちごちゃんという子は大切で、この東京ミューミュー2という作品も今後、未来も言ってたけど忘れられない最高で大切なかけがえのない作品になること間違いなしです。はい、でちょっと待ってね。頑張れ。はい。この作品は見てくださった皆さんもそうですし、関わってくださったスタッフさんとかたくさんの人に支えられて、今こうして最終話を迎えることができました。いちごちゃんとかみゆみゆ5人は中にも言ってたけど、私たちが覚えている限りはずっと心の中に続けるので、うん、これからもみゆみゆと一緒に未来を作っていっていただけたらなと思います。うん、今回桃宮いちごちゃんを演じることができて本当に本当に幸せでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ということでアフレコアフタートーク第24話でした。ここまでお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。これからもブルーレイや DVD の発売もありますので、何度でも東京ミュウミュウニューをお楽しみください。はい、それでは最後にみんなで締めたいと思います。せーの、ご来店ありがとうございました。